皆さんこんばんは。こんばんは。ぬるっと始まっております。本日も1時間どうぞよろしくお願いいたします、はい、お願いします。はい、本日 TikTok、YouTube 同時生配信しております。はい、フォローをよろしくお願いします。お願いします。 Happy New Yeahですね、Happy New言うから待って。いやいやパワーパワーはもう Happy New。 まずはメドレーからお届けしてみんなと楽しもうかなと思います。はい、それじゃあ早速聴いてください。 TikTok メドレー。いつかまた会いましょう、その日までさよなら恋心よ、あなたのそばでは永遠を確かに感じたから、夜空を焦がして私は生きたわ、恋心と二人の距離つなぐテレパシー、恋なんてなら転びや起き、優しい風を枝で離れてたって一心でるし、黙ってたってわかる気持ち、思いを届け100万回の愛してるな、私ね、スキューバーダイビングのダイブマスターのプロ資格をね、年末年始で取ったんですけど、はい、そのダイビングの話であれなんですけど、はい、さっきな、はいはいはい、ステッカーズでさ、グッくれはったやんか。これ、水中でやったら浮上するっていう意味だよね。ああ、はいはいはい、そう、はい、だからあ、いい写真撮れたよとか、あ、それでいいよみたいな時にこうやってしまうと、みんなスーンって上がっていくから気をつけなあかんっていうな。写真撮ってイエーイみたいな、いいよって言ったらみんな言っちゃうってことですね。はい、チーズグーフーあってな、行くから、そうそう、だからそれは気をつけないとなって。めっちゃ面白いです。だから OK の時はこうしないといけないっていうね。水中の中ではこっちのですね。ですよ、そうそう。そろそろオリジナル曲いこうぜということでですね、じゃあこちらはどうでしょうか。はい、それでは聴いてください。はい、二十歳そこそこの恋。ステフィスビーいつかまた会えたら、どうせすぐ会える距離でも、瞳の奥にある悲しみはわからへん。生きたてのぬくもりなんて、ただ彼氏が花粉だらけよ。それがもう眠たい時間とか、そこらへんの理由とちゃうから、切ない別れ、苦しい恋心、止まらない涙。人生なんてあるとお思いですか、しんどいわ。 Stay with me。 二十歳そこそこでさ、奇跡が起こりすぎとも、特別な悲しいほど別れんな。トイレに行く頻度と同じくらい恋すんな。